こんにちは、奥ちゃんです。本日はですね、伊豆半島に来ておりまして、今から、西伊豆スカイラインを走りたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。いや、今日はですね、まあ、前回ご紹介したというか、西天城、高原ラインの、続きというかね、もう道としては1本で続いてるんですけども、西天城高原ラインから、西伊豆スカイラインに走っております。まあ、今日はですね、夏日というかもう30度を軽く超えてると思います。もう今日はもうメッシュジャケット、もう夏装備なんですけども、それでも暑いですね。まあ、影になると、まあ、過ごしやすいんですけど、日が当たるところにいるとですね、ちょっと汗ばんでしまいますね。はい、西伊豆スカイライン、でどんなね、景色を見せてくれるのか楽しみです。あ、影があると涼しい。結構木がトンネルのように覆いかぶさってるね。これ車高が高い車だったらポンポンするね。あー、気持ちいい。西側方面だったら富士山見えるのかな。県道127号線西伊豆スカイラインですね。西名峠とはまた全然違うね、雰囲気がね。まあ、ここも熊笹は生えてるけど、あそこは熊笹しかなかったから。おお、なんかここも良さげな感じ。いきなり富士山、富士山見えてきました。おお、ここ雰囲気いいね。山と山の間で、山というか丘というか。あ、富士山綺麗。おお、パトカーがいるよ。富士山、やっほー。あ、駿河湾が一望。あ、ここもすごいね、いい感じ。
ごいね。すごい大パノラマっていう感じ。いやー最高だね。ちょっと霞んではいるけども、ね、いいね。富士山最高。あーさっきのバイクの兄ちゃんかな、救急車。こっち来るのかな、向こう行くのかな。あー来た来た来た。大丈夫かね、こけたんかな。なんか砂利がバッとなって、あそこかな。気をつけて運転しましょう。いやーここ最高だよ。さあ出発。いやーここほんと気持ちいいね。景色最高、雰囲気最高。まあ西伊豆スカイライン、まあ、これだけの景色がタダで見られるっていうのはすごいね。さあ西伊豆スカイラインももうすぐで終わりです。あーほんと影気持ちいいわ。まだちょっとね真夏という感じではないね、初夏っていう感じかな。日が暮れるとやっぱり寒くなるからね。はい、本日は、西伊豆スカイラインを走りました。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイバーイ。さあ次はちょっと西伊豆海の方に降りるようかな。